続いては岩崎隆先生です研究シーズより短時間での植物品種改良が可能になるゲノム編集酵素遺伝子の挿入が不要なゲノム編集技術の開発についてご紹介いただきます岩崎先生スライドのご準備などお願いいたします はい、よろしくお願いいたします。聞こえておりますでしょうか。あ、はい、聞こえております。はい。はい。はい、えっと、<あ>そうします。あの、はい、まず、ご紹介を今、少しさせていただきますね。はい。はい、よろしくお願いします。失礼いたします。岩崎先生は、農業生物資源研究所、鳥取大学農学部助教を経て。現在は、同大学の准教授をされています。ペプチド化学や、細胞生物学、ゲノム編集といった分野を、得意な研究領域とされています。 それでは岩崎先生どうぞよろしくお願いいたします。あ岩崎先生はいあ,あはいよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、えっとはいすみません画面の共有を今、はい、えっと画面共有の参加が無効になっているんですけれどもこれは少々、はい、待っください、ねはいはい、お願いします私パネ、はい、パネリスト参加してるからはい。 あ、はい、今、<あ>えっと、<今>できるようになりました。はい、大丈夫です、ねはい、大丈夫です。はい、お願いいたします。はい、はいえー、よろしくお願いいたします。え。見えておりますでしょうか。はい、大丈夫です。よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いいたします。それでは、えっと、はい、え、それでは、えーはいえーはえー、紹介をさせていただきます。えー、鳥取大学の岩崎です。 で本日、えー、紹介をさせていただきます私の技術ですけれども、えー、遺伝子組み換えを使わずに、えー、植物細胞ですね、まあ、非常に簡単にゲノム編集をするというあの技術を作りました。でまあ、今までこういった技術というのは全くございませんでしても、完全に新しい技術になっておりますということです。で あの、従来技術を比較したときにどこがこの強みになるかというところなんですけれども、あの、従来、えぇ、ー、まあ、植物細胞ですね、ゲノム編集をしようとしたときに何が必要になってくるかと言いますと、この左下に書いておりますけれども、えー、ゲノム編集構想の CAS9 というものを、え植物細胞の中にこう入れてあげるという作業が必要になってきます。ただ、あの、問題がございまして、植物細胞っていうのは、 細胞壁がありまして植物細胞の中にタンパク質、まあ、こういった酵素みたいなたんぱく質を入れるという技術が今までなかったんです、ね。で、えっと、でしょうがなくて、今までは遺伝子として入れて、遺伝子組み換えをして、そしてゲノム編集をするということだったんですけれども、まあ、遺伝子組み換えしてしまいますと、まあ、GM 生物に該当してしまって、えー、商業利用ができなくなるというと問題点がございました。 で我々はもう、ここを全くあの真逆のアプローチをしまして、えー、細胞壁を透過する細胞壁透過ペプチドというものを使います。これはもう細胞壁を透過して、植物細胞の中まで、えー、タンパク質を運んでくれるペプチドです。で、この細胞壁透過ペプチドとゲノム編集酵素の CAS9 を合わせて、えー、遺伝子組み換えを使わずに、植物細胞の中にゲノム編集酵素を入れる、そして、えー、ノン GM、えー、ゲノム編集を、えー、実現するという技術を作りました。 で、本技術の応用、えっと、応用展開例なんですけれども、まあ、今お話し,しましたように、遺伝子組み換え使えませんので、えーまあ、非常に簡便な、えー、ノン GM 品種改良。まあ、これは、えっと、迅速な品種改良が可能になります。また、えー 技術というのは、えー、植物以外にも、藻類や菌類といった細胞壁を持った生物にも適用が可能だと思いますので、えー、幅広い生物種を対象とした、えー、研究用のキットですとか、受託、事業の、えー、開発に、えー、役立てることができると考えております。 で本技術の強み、もう少しあの従来技術と比較してお話をさせていただきますけれども、まあ、従来の技術というのは、先ほどお話ししましたように、えー、植物細胞の中に遺伝子組み換えを使ってゲノム編集酵素の遺伝子をえ導入します。まあ、それによってゲノム編集はできるんですけれども、えー、そこで生まれてくるのは GM 生物ですということです。ですので、すぐにあの商業利用はできないと。でじゃあ、この GM 生物をどうやってこう商業利用ができるノン GM 生物まで持っていくかといいますと、交、ま、配、あ、や選抜を するこれで、えーまあ、時間をかけてじっくりと、えー、外来遺伝子であるゲノム編集酵素の遺伝子を持っていない、えー、細胞、植物を得てくると、まあ、非常に時間のかかるプロセスが必要でした。 で私どもが作りました、この本技術といいますのは、先ほどお話ししました細胞壁を透過して細胞の中まで物を運んでくれるペプチドを使って、ゲノム編集構素をですね、タンパク質の状態で、えー、細胞の中まで入れます。ですので、遺伝子組み換えは全く使えません。で、これによって得られてきた、えー、細胞は、えー、ゲノム編集細胞として、もうノン GM 生物。 とということになりますですので、この細胞を育ててあげれば、即座に商業利用が可能な技術となっております。ですので、強みとしましては、従来技術と比較した場合、時間が短縮される、またはコストが削減されるといったところになっております。で本技術はもうすでに特許出願は完了しておりまして、6月に公開。 の予定なんですけれどもちょっとまだあの本日は公開前ですので、あのちょっとコアとなる部分はあの、まあ、マスクした状態でお話をさせていただきます。で、この本日の売りというのは、えっと、細胞壁透過ペプチドを使っているということなんですけど、どういったペプチドを使っているかといいますとあの、ヒスチジンが20個つながった H20 ペプチドというものを使っております。で、この H20 ペプチドといいますのは、 え、タンパク質につなげることで、タンパク質を細胞の中まで完便に運んでくれます。例えば、杉の細胞では、えー、蛍光タンパク質が細胞の中まで入ります。えー、また、えー、タバコですとか、稲といった、 単、まあ、種より、素種よりの細胞でも、えー、H20 ペプチドを蛍光タンパク質につ,つなげることで細胞の中までデリバリーをすることができる。すなわち H20 ペプチドというのはタンパク質のデリバリーキャリアとして非常に優秀だということになります。で、この H20 ペプチドを、えー、ベースとして使いましてあの、いくつかちょっとまたバリエーションを持たせてペプチドを開発しました。で、この、えー、H20 ペプチドをベースにして開発したペプチドを使って、えー、ゲノム編集コースである CAS9 を 植物細胞の中までそのまま、えー、入れると、そしてノン GM で、えー、ゲノム編集を、えー、実現するというのが本技術の、えー、概要になっております。で、えー、本技術の,あの、まあ、メリットは何にあるかということなんですけれども、実はです、ね、この、えー、とゲノム編集酵素を細胞の中に運んでくれるペプチド。 を、えー、実はゲノム編集コースと、えー、ここに書いてますけれども、混ぜるだけです。もうこれ、本当に混ぜるだけです。混ぜて細胞にかけるだけ。もうこれで細胞の中までゲノム編集コースが入って、ゲノム編集が、えー、実現できます。これはあの非常に簡単です。で、えー、実際にあの実例としてあのお示ししますけれども、杉の細胞での,、えーの ケースですでこれは H20 ペプチドを、えーまあ、ベースにして、ペプチドナンバーの1、2、3、4という、えーまあ、4種類のペプチドを開発しました。でえっと、このペプチドと、えー、ゲノム編集酵素 CAS9 を混ぜてあげることで、えー、植物細胞の中まできちんと入っていますというのがこの傾向写真になります。これはゲノム編集酵素を緑色で染めていますで。当然ながらゲノム編集酵素だけを植物細胞にかけても、もう細胞壁に弾かれてしまってあの入りません。 ですので、このペプチドを使うことで、ゲノム編集構想を簡単に細胞の中まで入れられますということです。で、実際にゲノム編集できているかということなんですけれども、あのできました。えっ、ー、と、特にこのペプチド1、2、3、4作ったんですけれども、ナンバー4を使うことで、えー、ここですね、えー、ゲノム編集効率というのが、まあ、0.96%、1%弱で得られました。遺伝子組み換えを使わずに、まあ、約1%の細胞を、植物細胞をゲノム編集できたと。まあ、これだけでも、まあ、あの意味はあるんですけど、やはりちょっと 低いいかなととうことですでさらに我々改良をあの重ねまして、えー、転着剤というその農薬を、えー、細胞の中まで染み込ませる、えー、薬剤があるんですけれどもこれと組み合わせることで、えー、これチャンピオンデータなんですけれども。 遺伝子組み換え使わずに、えー、約12%弱の植物細胞のゲノム編集をすることに今成功しております。これがあの植物細胞を対象とした、えー、本技術の、まあ、チャンピオンデータの一例になります。で、えー、と現在我々はさらに何をしているかといいますと、こういったその遺伝子組み換え使わないゲノム編集の技術をあのインプランタで、えー、展開しようと考えています。具体的には将来植物になる傾聴組織ですとか、種子の肺に、えー まあ、塗布をするとか、インジェクションによって、この先ほどお話ししました、えー、ゲノム編集酵素とペプチドと添着剤をうまく導入をしてやる、そしてあとは育てるだけで、ノン GM のゲノム編集植物、品種改良ができます、そしてすぐに、えー、産業利用が可能だと、こういったあの技術を作っていきたいと考えております。 最後になりましたけれども、まあ、あの本技術といいますのは、えー、品種改良や育種に、えー、展開ができますので、えー、もしご,希望もあのご興味がございましたら、プロトコルカスタマイズやアップデートして、あの共同研究も可能です。また、研究用キットやあの自宅事業の開発にご興味がございましたら、えー、とこういった細胞壁等化ペプチド、今お話ししましたペプチド1、2、3、4ですね、こういったものもあの提供することも可能ですので、まあ、一度あのお話をいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 以上です。